皆さんこんにちは、梶あきらです。今回も梶散歩をお送りしたいと思います。今回のゲストはですね、スペインからの海外選手でございます。そしてモノマネをね、少しさせていただきたいと思います。じゃあ行かさせていただきます。後ろの選手からちょっとなんか話が長いっていう雰囲気がこう伝わってくるんで、もう少し やめたいと思います。おやめやめ、まだまだまだ終わってない、まだ終わってない、やめ、まだまだ、もうそういう大阪のノリやめてもらっていいですか。もうカジ散歩、はい。今回のゲストはですね、あまり呼びたくはなかったな、この人。スペインから逆輸入で、逆輸入来てくれました、はい、はるばる梶散歩初登場、丹羽大輝さんです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。懐かしいですね、このスタジアム。いいっすね。何いいじゃないですか。いやいや、あ、もういや、もう俺のもう、まあ、弟子的な感じやんな。いやいや、弟子ではないですけど、まあ、会長とは呼ばせていただいてましたけど、まあ、このカジイズムを伝承してくれてる、まあ、続けてるのかな。俺の教えたことを全部カジイズム。何教えてもらいましたっけ。あれ温泉行ったり、ああ温泉行ったり、 OS1 飲んだり、クラブハウスに3時間前に来たり。お徳島も行きましたね。行ったな、治療しに。徳島治療しに行ったわ。2時間ぐらいかけて、なぜか会長が運転してくれて、僕がなぜか助手席に乗ってね。もう謎のあの桃裏痛が発生してで、丹羽大輝が、いや、いいとこ知ってますよって言うから、徳島にあるんですよって言って、練習午後で、でその午後の練習終わりに夜行ってね、泊まって、泊まって次の日朝治療して、治療して帰ってきて練習したのかな。練習したです。ほんでまたね、そのね、一泊、徳島で一泊したところの、あのホテルが、はい、まあね、安いよ。ホテルでね、ビジネスホテル、それ取ったん会長じゃないですか。お前取ったるわとか言ってホテル取ってもらったんですけど、壁の薄い、そう、壁の薄いね、横の声がダダ漏れしてくるような、ダダ漏れしてくるホテル。いいホテル取ってくださいよ。治療しに行ってるんですよね。会長が取ったんですよ。すごい先輩な感じで、ありがとうございますっつって、でホテルバーって行ったらボロボロ。え、俺取ったのかな。あれもう何年前ですか。2013、14とかですかね。2014かな。でも会長14までいましたもんね。14の夏に出てきたから。だから13とか14年、多分そのあたりによく行ってましたね。もう温泉の記憶しかないやろ。いや、だって温泉行こうって、温泉しか言うてない。すぐ練習終わった後温泉行こうって言って。誘ってくるから、で3時間ぐらい入ってもうのぼせて、多分これ体に悪いんちゃうかなって。僕早く出ないのに、いや、まだあかんまだあかんとか言って、こう天然のガスを吸わされて、もうきついわ。ほんま、天然のなんかガスが出るとか言って、なんか言ったじゃないですか。そんなん思ってたの。めっちゃいいわ、めっちゃいいっすね、会長めっちゃいいっすね、言う。いや、会長めっちゃ俺が出そうとしたら、いや、まだあかんとか言って、なんか水飲んだらいけんねんとか言って、ひどいよ。お前なんかめっちゃ普通に、ああこいつも好きなんやって思ってたからさ。そして、もう現役を離れてからも、岡村さんは結構年数経ちますけれども、現在どういうことされてるんですか。現在は、アイナック女子のですね、はい、アイナック、神戸の、はい、アカデミーですね。ほうほうほう。18歳、15歳以下、はい、中学生、高校生の、ゴールキーパーを、指導しています。今年から、スクールの方で、はい、小学校6年生ですね、今のところ2名入ってきてくれてるので、はい、でそれ、そこで指導をやってます。どうですか、やっぱりこうある程度形ができている選手たちを教えるとはまた違うそのカテゴリーの子たちだと思うんですけれども、そういうところのこうアプローチっていうのは日々発見ですか、それとも日々苦労、どうなんでしょう。日々チャレンジですね。チャレンジ、はい、自分自身は、まあ、毎年毎日なんですけど、まあ、日々チャレンジかなと思って、目の前にあるその課題というか、そういうところをこう飛躍とかさせるために
何か自分ができることは何かなと思いながら、はい、やってますけど、ただやっぱりガンバの、はい、あの順位とか成績は気になりますね、はい。まあ、新しく監督も変わってなかなかこう思うような結果というのは出てないですけれども、はい、最後は頑張ってくれますかね、やってくれますかね。みんなプロフェッショナルなので、こうやはり結果というものに対してもっともっと貪欲にというか、うん、やっぱり関西の人はなかなか気長に待つっていうことができないですし、はい、一日でも早くっていうね。そうですね、せっかちなところもありますし、はい、そういうところもね、ぜひちょっと見せていただきたいですし、はい、引き続きあの OB の目線でこのガンバを盛り上げていただきたいなと思います、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。カジ散歩、あなたの、はい、あの冬に着てた緑のコート、はい、なんすかそれ、え、知らんすか緑のコートって。あのクラブハウスに緑の 冬場で緑のコート着てきたんですよ。着てきた瞬間にあの踊る大捜査線の青島小田裕二さんが着てたあの緑のねフード付きかなんかの、そんなん着てました、出たやん。ほんでその時家永亜希と、あいさんあれ青島じゃないですかつって、そうやんなってめっちゃ似てるよなあのコートって言いながらさ、それ俺が思い出して、アキもさまた悪いね、俺に言ってきてさ、俺にさなんか言えっていうなんかちょっとつつけみたいな感じで言うんよ。思い出した思い出した。ほんで俺がなんか大輝お前その緑のことも青島青島って俺言ったの思い出した。そうやろ。じゃあ緑のコートだけやったら分かんなかったんですけど、うん、その青島のモノマネで今青島っていうので、うん、でめっちゃ滑ってるんですけどね、めちゃめちゃ滑ってたんですけどずっと言ってくるんですよ。で、大輝がいや、え、そうすけこれめっちゃ高かったんですよ、これ10万ぐらいしたんですよとかって言いながら次から一切来てこなかった気にしてんだよね言われる気にしてんだよね来てたよ、あのモフモフのやつでしょ青色のモフモフあったかいやつ結構ね、人の意見が結構聞くよね聞くよね、そういう聞いちゃうよ聞いちゃうよ、気にしすぎるよね、そういう一面もある大輝さんです。いや、来てた記憶はあるんですけどね、聞いちゃってたんですね。まあ、会長の言うことはどうも絶対なんで。でもこの人ユースの時に難波から万博まで自転車で通ってたの。ああそうなんですよ。これ知らんかみんな。これ多分ね、あのメディアの前で言うのはみんな初めてじゃないですか、おそらく。高校時代ね、河内長野から難波まで電車で行って、難波に自転車を置いて難波から万博まで自転車で。アホちゃん、なんでやねんなんでそれで結末が、え、結末が1年ぐらい続けて、オーバーワークになるからって言って監督にドクターストップ最初から分かっとるやろお前それずっともう1ヶ月2ヶ月中も反対を押し切って監督にやめろやめろやめろって言われて、で、あ、電動で電動の自転車、断崖なしのママチャリスやっぱ往復3時間ぐらいなんで、1時間半1時間半なんでしょっちゅうパンクするんですよ。だからそのパンク代って結構修理代かかるじゃないですか、うん、だからなんか自分でパンクの修理のやつを買いに行ってシールみたいな、それで自転車屋さんに行って、うん、でちょっとあのバケツ借りれますかっつってバケツだけ借りて、で自分で穴開いてるとこ見つけて、ブクブクするとこ見つけて自分でやって、だからパンク修理僕めっちゃ得意なんですよ、言うてくださいいつでも。何の自慢もないみんな自転車屋ってやってもらおう。だからもう家族もすごいんやろね。どういうことですか、家族がすごい。いや、それを認める両親も、いやそれが普通っていうかさ、あ、いやでも大輝がやるんだって、いや僕が最初電車で行けっては言われてたんですよ、もちろん親にもういいからって。いやでもなんかその電車賃も浮かせるしトレーニングもなるから一石二鳥やなと思って、一回ね、違うんですよ、環状線ってこう丸くなってるじゃないですか、こう、僕だったらだから新今宮っていう駅で乗り換えたんですけど、でこう大阪とかいろいろこうぐるって回ってるんですよね、円になってるじゃないですか環状線で。でそれを自転車でまっすぐ行ったら速いんちゃうかなと思ったんですよ一回。考え方がすごいわじゃあ丸いところを自転車だったらダイレクトで行けるじゃないですか、この丸くなってるところこうで、こう行ったら意外と速いんじゃないかなと思って行ったら全然近くなかったっす。あおかなんぼ円回っても直線はめちゃめちゃ長いよ。そうだから地図で見たら意外と近いかなと思ったんですけど、やっぱ自転車は遠かったっす。紙の上はめっちゃ近いわそれは。ポジティブ、めっちゃポジティブって言うじゃないですか会長とかも、いろんな方に言われるんですけど、でも
考えるんですよ、1回ここに早く行けるようにどうしたらいいかなっていうのを常に考えてやってます。だからそこに行く作業もすごい好きなんですよ。うわ、なんか旗で笑わない、あー気持ち悪い、あー気持ち悪い